ちょっと今のイメージを定着させるために一つ練習問題を解いていきたいと思います。ハンドアウトの最初のページご覧ください。ダイナミックストカスティックを今やりましたけど、ね、ダイナミックストカスティックの一つ前に戻って、ダイナミックじゃない、もう明日だけと、明日何が起こるかわからないというだけの経済にちょっと戻ってね、練習問題をさらっとやりたいと思います。はい、明日3つのステートがねあり得ます。寒いか暑いか暖かいか、公用関数は C1C2C3 をそれぞれのステートの消費量としまして、こういうふうに表されます。 Expected Utility ですね、はい、消費者はね1万人いるけどみんな同じだというふうにお考えください。 Homogeneous Agent ですね。 Representative Agent Model 使っていけますよ。そうするとね、919293はそれぞれのステートが起こる確率ということになります。U はこのね、マクロ経済学で一番よく使う形ですね。で、エンダーメントはステート1が起こったら100、ステート2が起こったら81、ステート3が起こったら64個の、まあ、財があるというのがエンダーメント。お考えください。はい、今、ステート1財をニュメレール、価格を1というふうに基準化したときに、このステート2における財、ステート3における財、この値段をですね、均衡価格を求めてくださいという問題なんですね。求めなさいと言われたときに頭真っ白になっちゃうタイプの人はたくさんいると思うんですけど、常にね、今まで出てきた話とか問題とかのストーリーをちゃんと覚えてるかどうかですかね。ストーリーですから。ストーリーって公用最大化問題を書くところからいつも始まったんだからね。とりあえず公用最大化問題をちゃんと書かなきゃダメですね。ということで、はい、この消費者の公用最大化問題。いいですよね。C1、C2、C3 に関して公用最大化。バジェットコンストレイントは支出イコールウェルスですね。で、ラグランジアンメソッドでしょ。目的関数プラスラグランジ未定乗数かけるバジェットコンストレイントですよね。Y1、Y2、Y3 は定数なのでね、もう W というふうに置いてしまいます。微分をしますよ。C1 に関して微分すると Q1 かける、もう下に書いてあるので皆さん書かなくていいですよ。ね、例えば C1 に関して微分したらこういうのが出てきますからね。最適な消費 C1 スターはこの式を満たさなきゃいけないよというふうに、これ C2 に関しても C3 に関しても微分してもらいますと、こういうふうにね、1回条件で3つ式が出てきますから、ミクロ経済学やってると本当は2回条件とかも出てきてね、2回条件もチェックしなきゃいけないとかあるんだけれども、まあ、2回条件がもう満たされるようなことは分かっているような、こういう関数しか使ってませんので、ね、この授業では2回条件はチェックしておりません。もう1回条件でも答えを出してしまいます。はい。それで、代表的投資家モデル。リプレゼンティブエージェントモデルですからね。もう世の中1万人いるけども、みんな、こういう関数もエンダーメントもみんな一緒ということなので、均衡価格は、みんなその自分がもともと持っているその量で満足するようなところに、価格がなかったら需要と供給一緒に需要と供給一致しないからね。ということで、はい、均衡ではいいよね。リプレゼンティブホモジニアスエージェントだからね。ここもただ単にイコールするだけじゃなくて、理屈をちゃんと分かってくださいね。数学的に分かっちゃってるんだよね。この人たちは分かってないんだよ。均衡価格がいくらになるか、均衡価格が義務なんですけど、僕らはね、もうみんな一緒だから、そういうところに価格が落ち着かないと、需要イコール供給にならないなっていうふうにね、もう分かっちゃってるんですね。これが2種類とか3種類とかね、いろんな人がいたら、もうトレードが起こるからね。1種類しか、もうクローンしかいないわけだからね、トレードが起こらないところにちゃんと価格が決まるっていうことですね。ということで、この1回条件のところに C1、C2、C3 に、Y を代入してやります。微分は今ガンマ 0.5 という仮定でしたので、ガンマ 0.5 でしたのでね、ガンマが 0.5 でしたので、
U プライムは平方根の逆数ということになりますから、そこに Y1、Y2、Y3 を代入することによって、はい、こういう式が出てきます。P1 はニュメレールで基準化されております。Y1、Y2、Y3 はそれぞれ18164ということでしたので、1つ目の式から、で9192、93がね、0.5、0.3、0.2 ということでしたので、1つ目の式から、ラムダイコール0.05と出てきて、2つ目、3つ目の式から、P2、P3、こういうふうに出てきますということですね。したがって、ステート1が起こった場合のジャガイモをギブアップして、ステート3が起こった時のジャガイモが欲しいと思ったら、ステート1が起こった時のジャガイモを 0.5 単位上げるから、ステート3が起こった時、ジャガイモ1単位ちょうだいみたいな形の、このミューチュアルインシュアランスが、まあ、可能ということになります。